人気漫画家が選ぶ本当にすごい漫画はこれだ、2022冬。やったありがとうございます。ありがとうございます。さあ、つい先ほどですね、地上波での放送が終了いたしました。はい、ここからですね、番組では紹介しきれなかった先生方のおすすめ漫画発表していきながら、はい、漫画好きのゲストの皆さんと漫画を熱く語っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずゲストをご紹介しましょう。モグライダーさんです。はい、お願いします。ありがとうございます。いやー嬉しいですね。こういうコロコロ早いですね、喋り出しは。もう少しありますから。この番組をよく見てたのでね、呼んでいただいて本当に嬉しいです。僕は見てくれてたんですか。はい、漫画道はもうめっちゃ見てますので、いやもういつも楽しそうにお話しされててすごいなと思いました。楽しくなさそうにやる回なんて。あと僕は子供の頃の夢は漫画家だったんですよ。本当漫画家になりたくてこうやってたんですけど、いつの間に芸人になっちゃって分からないんですけども。あ、なるほどなるほど、はい、もう少しだけコミュニケーション学んできてもらって漫画ばっか読んでた。漫画はでもいい。漫画好きなんですね。でも漫画大好きです本当に。家に多分1万冊ぐらいはあるんじゃないですか。1万、はい、めっちゃあるんで、あの古本屋みたいに。本当ですか。実家ですけども1万ってあんまりないっすよ。でも、ね、でもうちのお姉ちゃんも漫画家になりたかったんですよ、だから兄弟ともども漫画を買い集めまして。1万って相当です。いや結構あると思います、はい、本当ですか。ちょっと盛りすぎちょっとそのね、こういうご時世だからで正確な情報が。いやそうですし、それプラス1万って相当ですよね。すごい、すごい。あの結婚僕なんで逃げようとしたの。1万って相当よ。1万やばいっすね。でも結婚したんですけど、僕なんか編集者の人と結婚したんですよ。奥さんも漫画関係の仕事をしてるっていう、それもある合わせたら多分1万ぐらいいくんじゃないかって、はい、あ両方でもね。実家って言ってましたよね。ちょっとやめよう、すいません。電子書籍とかね、こっちは何もしてないんで。電子書籍もあるし、いっぱいあるから。あなたが言い始めたんですよ。はい、一人で騒いで、でも楽しみにしてたんで嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。そしてイコラブから大場花さんです。はい、イコールラブの花ちゃんこと大場花です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。漫画お好きですか。私はですね、小さい時から漫画が大好きで、イラストを描くのがすごい好きで、私他の番組で岩井さんと1回だけ共演したことがあるんですけど、その時に岩井さんの似顔絵を描いたんですね、はい、でそしたら岩井さんにその特技もっと伸ばした方がいいよって言っていただいたことがあって、あ っ、でそれもきっかけなこともあって、今年の10月にあの漫画家デビューしたんです。あらすごい。人生変えちゃってるじゃん。すごそうなんですよ。え、本当になったの。はい、あれだ、音楽番組で一緒になった時、ね、あ、そうですそうです、でそれで花込み隣にアイドルっていうタイトルで、めっちゃいいじゃん。そう、私の所属してるイコールラブのメンバーの話だったりとか、あのアイドルのみんなの知らない裏話だったりとかを4コマ漫画にして書いてます。普通に上手くない。本当に上手です。ありがとうございます。すごいですね。これは新しいミュージックビデオの話だったりとか、みんなで運動会をした時の話です。なんか分かりやすいね。4コマって難しいですか。どうですか。難しいです。なんか自分で話を考えたりするのも大変だし、やっぱコマごとに、あの被らないようにバランスを考えたりするのがとっても難しいです。いや、いつかなんか単行本にね、コミックにして。夢です。目標です。いや、いいですね。なので今日は漫画家の皆さんの漫画を読んで、もうたくさん勉強したいと思います。昔はどういうこの漫画を真似て描いてたりしてる、そうですね。私はなんかゆるい系、ゆるい日常系のコミックエッセイがすごい大好きで、なんだろう、ワンワンちゃん、ワンワンちゃん、なんか犬なんですけども、犬がサラリーマンになってみんなの仕事をしていくみたいな話だったりとか、そういうゆるい系の話をめちゃくちゃ読んでました。なんか女の子でもなんか渋いんじゃない、そういう漫画好きな子って。本当ですか、なんかね、ちょっと少年漫画に行ったりとかしますけど ね確かにキャピキャピしてない感じ、ということで、こんなメンバーでお送りしていきます、本格的だな。それでは VTR の前に、まずはモグライダー柴さんのすごいと思う漫画を発表していただいてもいいですか。僕はそうですね、僕がすごいと思う漫画はこちらです、
しぐるい。あら、しぐるい。これはもう何年まで十もう連載終了してるんですけど、南條則夫さんという方の時代小説を山口孝之先生が漫画で書いてくれてるんですけど、これなんていうんだろう、これあの駿河城御前試合っていう、あのそもそも原作の時代小説があるんですけど、はいはいはい、御前試合って殿様が見てる前で、剣の達人同士が木刀とかでこう試合する、それを殿様が見て楽しむっていうやつがあったんですけど、それをありえないことにその真剣同士でやらせるっていう、殺し合いってことですか、殺し合い、どっちかが死ぬまでやりなさいっていう、そういう小説、それが何試合もあるうちの一試合にピックアップしてこれ漫画にされてるんですけど、これまあまあいわゆるグロい描写が結構多いんですけど、そうなんですよ、この表紙だけとか、割とそうなんですよ、結構皮膚がもうえぐれちゃってんじゃん、そうそう、あのもうこんなのがザラにいっぱい出てきて、残酷時代絵巻みたいななんかキャッチコピーがついてるぐらいなんですけど、この主人公が2人主にいて、片っぽの主人公がもう本当に寡黙な、もう努力の人っていう感じ、もう1人がもう欲望むき出しの、でもこの人も天才っていう、この2人がずっと争っていくのを追っていくんですけど、まあ大体に人間ってどっちかに分かれるじゃないですか、まあそうですね、こう割と欲深くいく人と粛々、はい、とやる人とで分かれるんで、どっちかに感情移入できるかなと思うんですけど、2人とも行き過ぎててどっちにも感情移入できないそうか、そうどっちも両極端のぶっ飛んでる人なんですね、そうでもなんかこうその2人がどうなるのかをずっともう追い続けちゃうんですけど、うん、主人公っぽいあの人も3巻で腕ないっすね、そうなのよそういうすごい始まり方からするっていうか、前もちょっと話題に出ましたよね、なんかこの体の描き方すごいって、あ、そうそう、すごい、そうそう、体のね、そう本当に筋肉とか動かし方みたいなのが、多分相当なんか研究されてやってんだろうなっていう、でそのぶっ飛びすぎてんだけど、はい、現実離れしすぎてもないというか、なるほどなるほど、行くとこまで行ったらこれありえるよなっていう極限状態、そう、それがなんかねやっぱ男の子なんで、はい、割とこうグッとくるっていう、いやなんかこう体をちゃんと描いてるからこそ、えぐい描写ちょっとすごそうですね、そう描写はねなかなかあのショッキングなの多いんですけど、確かに、あのでも全然こうなんていうか美しさもあるんで、そう見れるというかね、僕も芝君に説明されて読んだんですけど、読んだんですか、やっぱまあ確かにそのなんか本当にちょっとグロいところが多くて、はい、引いちゃったところもあったんですけど、あ、そうなんですか、はい、でもなんかあの奥さんとかもいてね、そういうなんか奥さんとの関係性みたいな、奥さんのために頑張るとか、その好きな人のために頑張るみたいなのもあって、人間ドラマが結構あって、いいところもあって、人間ドラマはもちろん、はい、女性の方でもまあ分かりやすいところもあったかなと、その試合っていうのはそんなに何試合も行われない感じですか、本来は本当は10試合か11試合ぐらい小説内ではあるらしいんですけど、その中の1試合だけを、1試合なんですか、1試合だけで8巻とかありましたよね、そうもうあのすごすぎて、はい、あの溢れちゃうんだやりきれる、だからそのまあ漫画にした時にはその他の試合に出てくる出場者もまた別の形でこの2人に絡んでいくみたいな感じで出てきたりとかするんだけど、はい、だとにかく全員がキャラが立ちまくってるし、なるほどなるほど、そうそう、だから時代のものなんで、その当時のものでこう武士の、はい、なんかそういう文化とか、そういうのをもうもろに守ってやってるから、はい、本当にこう思うようにいかないけど、はい、受け入れなきゃいけないみたいな、そういう心情とか心の描写みたいなのがすごい、はい、なんかグッとくるかな、なるほど、絵がまず画力がすごいですね、すごいですね、絵がすごいのよ、だたまにエロいシーンとかもあるから、それはそれでまたこの画力でのエロいシーンすごいですねあ、なるほどね、そう、うん、なんかこうエロい漫画ってリアルに描きすぎないでって思う時ありますよねなんかデフォルメされてた方がエロく感じる時もあるけど、うん、確かにそれはそうですね、うん、でもこれに関しては本当になんかこう実際はそうじゃないけど
さもこんな風に見えてたんだっていうような描写で、はい、このなんだろう、ま、うわーって体がお互い絡み合ってる時も、はい、片っぽはもうただの竜になってたりする、はい、どういう竜ぐらいすごいじゃんみたいに見えてるみたいな、この竜なんかね、表し方がいちいちすごいの、ね、これチャンピオンなんだよね、チャンピオン系です。だからちょっと バキさんとかにちょっと 近、ね、近いような系統の漫画っちゃ漫画。なるほど。そう、もともとバキとかも好きで読んでたけど、なんかそう、そのそっち、うん、それに近い雰囲気というか。なるほど。もう表現がもう度を超えちゃってるよ。そういう感じですね、うん。これいいですよ。ちょっと勉強にもなるし。ちょっとやっぱ読まないとダメだ。そうですね。本当に。面白いんです。はい。ありがとうございます、はい、さらに漫画道は、1月14日土曜日に初のリアルイベント漫画道ライブ2023を開催します。場所は、代々木の山のホール、昼3時と夜7時の2ステージあります。2ステージ、はい、サブタイトル決定したんですか。昼公演が、うん、祝いの青春かーに金沢赤面のかあ、いいですね、巻きか、夜公演が金沢の大人かーに祝い興奮の巻き。あら、金沢さん、なんかお互いこの漫画原作をやったんです、うん、ちょっとキュンとするように、うん、はい、金沢さん、なんかちょっと怪しいやつやったでしょ。怪しいというか、いや、私の思う今一番なんか興奮する男みたいな書いてあるなんかね、なんかもしかしたら癖がなんかちょっと歪んでるんですよね。すいません、いやでも、あれ癖というか、いやでもね、花さんもね、きっとね、好きだと思いますよ。本当ですか、気になる。いや、そんな勝手なこと言わないでしょ。違ったらどうする。この人本当やばいからな。やばくないです。ちょいちょい漏れ出るね、やばさがあるんですよ。おてんぱでだとは聞いてましたけど、そういうことですね。いろいろ、すごいな、はい、あの昼夜ね、全然違う感じになりそうですね、うん、だから、はい、楽しそう。チケットまだちょっとだけありますので、ぜひ現地に来てください、ね、来てください。それではここからは大人気漫画家が選ぶすごい漫画、地上波に入りきらなかった分を見ていきましょう。地上波はですね、そう、あの TVer の見逃し配信とか、うん、テラサでの配信でも見ることができますので、うん、そちらもぜひご覧ください。お願いします、はい、さあ VTR 行きたいんですけども、うん、花澤さん恒例の VTR 振りなんですけれども、はい、あ、どうしましょう。じゃあ、うん、あ、なんかともしげさん風にっていうのもあります。あ、はい、そんなことできるの。そんなことできるんですか。何でもやってる、なんか絶対拒否しないですよ。そんなこと、何でもいいですよ。じゃあ何でもいいですよ。プロだ。絶対拒否しないですよ。そうよ、憧れてた。いやいやいや、ともしげさん風にやってくれるんだったら、まあ、モグライダー風にやってくれるんだったらもう何でも、はい、いいんですか、はい、なんか自分のなんかお好きなやつとか、ね、言ってほしい。お好きな VTR 振りと雰囲気で。いや、まあそんな、なんかそんな、なんか気持ち悪いだけじゃん。どうですか、パッと頼めよ、こういうの。え、いちかさんとかやってもらって。あ、そうです、ちょっと NG なんですよ。何ですかこれ。いや、いいですよ、ともしげさん風でお願いします。ともしげさん風に、はい、わかりました、いきます。やっぱり VTR 振りってしたいですよね。したいですか。漫才の冒頭のあれですね、あの漫才の入りをやりたかった。入りをやってくれたんですね。本当にただの人になっちゃった。この人ね、お笑い知りすぎて。VTR 振りをしたいですよねだとまだいけないから。誰か聞こえない。わけわかんなくなっちゃいます。こちらでございます。人気漫画家が選ぶ本当にすごい漫画はこれだ。プロの目線で一押し漫画を教えてくれるのは、アメフト漫画の金字塔アイシールド21でヒットを飛ばし、現在ワン先生とのタッグでワンパンマンを連載中の村田雄介先生、うん、地上波では松本太陽先生の卓球漫画ピンポンと鳥山明先生のドラゴンボールを作家目線で一押し。すごい、ここに来てドラゴンボール。そしてまだまだあったすごい漫画、まずはアニメでも今大きな話題を呼んでいるあの作品。今をときめくチェンソーマン。チェンソーマンね。チェンソーマン面白いよ。めっちゃ面白い。これ読ませていただいてますね。はい、藤本たつき作チェンソーマン。いろいろ教えてもらえる。アニメも話題沸騰。
現在は漫画第2部が絶賛連載中の本作は面白いんだけどね。悪魔が世にはびこる世界、チェンソーマンに変身する能力を手に入れた主人公デンジが様々な敵との死闘に巻き込まれていくダークなバトル漫画。村田先生がすごいと思うポイントはまさに令和を象徴するヒーロー、主人公デンジ。ああ、デンジ君なんだ。なんでこう彼が令和のヒーローを足りえてるかっていうところが、彼がね、頭のネジが飛びまくってるんですよ。はい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 。なのでなんかひどいことをしなきゃいけない羽目になって、両親の呵責に苛まれるないし、はい、ひどい環境に置かれても割とカラッとしてるんですよ。そうだそうだ。はあ、そうか。今の時代で結構 ひどい、まあ、状況になったりしてるじゃないですか、うん、若者を取り巻く環境だとか、うんうん、でその中で言ってる読者の方たちが一層そのデンジ君ぐらいの感覚で生きられれば、なるほど、苦しまなくて済むんじゃないかとか、はい、楽に生きられるんじゃないかっていう形の憧れがね、多分読んでてモテると思うんですよ。ちょっと楽観的にじゃないけど、うん、そういう風にみたいな感じのキャラクターですもんね。ちょっと欠落してるからこそタフな、はい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 、そういうイメージですよね。確かに王道のジャンプの主人公さもちゃんと残ってるんですよ。あ、そうですね、はい、うん、はい、例えば村田先生が印象的だったシーンが、人と、はいはいはい、人とこの車、この車にも人が乗ってるんですよ、はい、これでそれならこれはどうする、どっちも投げてどっちを助けるっていう究極の選択のやつですね、はい、若者一人と老人5人を人質に取られ、どちらを助けるか選択を迫られたデンジ。するとデンジは両者に目もくれず悪魔を真っ二つ。これいいよね、デンジ。これすごいよ、デンジは。これ究極の選択を迫るんですけどどっちも死んでるっていう、はい、で近くにいた猫を、猫もいたよっていう、まあまあそら猫ちゃん可愛いけど、いや、そうですね、可愛いけどこのネジの飛び方すごいなっていう、 A、B じゃなくて C を作るんですね、はい、これまでのなんか僕が育ってきたそのジャンプ の、はい、この少年漫画の倫理観だと多分描けなかった、発想できなかったし、ね、まあ、ひょっとしたら編集部に止められてたかもしれないのが、で、まあ、それまで A、B どっち助けるんだったらどっちも助けるみたいな感覚ですよね。本当にそう、はあ、フラットな、いろんな価値観がある令和だから生まれたヒーローと、はい、そうですね、すごい、俺そこまでちゃんと読んでなかったかも。そしてもう一つすごいと思うポイントは映画的な小回り。映画がお好きなんですよね、その藤本先生。はいはいはい、はい、でその映画がお好きなんだなっていうのが分かるようなそのカット割りというか。そうなんですね。今漫画ってそのスマホだとかで読むときって縦読みになるじゃないですか、はい、で縦読みの場合って今まで その雑誌で読むとき の右上から始まって左下で終わるみたいな、はい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 、ああいう順番じゃなくていいんですよ。むしろ横長 のスクリーンっぽい、はい、横長のコマでずっとこう縦に連続してる方が読みやすかったりだとか、はいはい、その感じがすごく僕も映画好きなんで、はいはいはい、なんかすごく参考になるというか。それってこのシーンみたいなってあったりします？ちょっと、はい、こういうコマの使い方、はい、もうこれほぼなんか映画の絵コンテとしても本当だ、あれ連続した動きじゃないですか、はい、同じポジションのカメラで、はい、これがすごく映画っぽいなっていう、ネガみたいな感じでこうドドドッと流れてくる、これ縦送りで見た場合ってこのページここに来るんですよ。はあ、なるほど。上からポンポンポンとこうなんか携帯で見てるとよりこう臨場感があるというか、で漫画家さんからするとやっぱり難しいというか、ああいや、なんか難しいというよりはなんか感覚そのものが、あ、なんかスマホで読むっていうことに慣れてきてる世代。なるほど。あ、そっか、先生もお若いから、藤本先生がお若いからこその感覚なのかなっていう。うわー、すごい面白い。令和の発想みたいなことですか。あ、そうですね、そうですね。ネオ漫画家だね。そういうの意識して読んでなかったね。シンプルに面白いだけだけど、こういう見方もあるんだっていうのはめちゃくちゃ勉強になるな。村瀬先生は、
こういう書き方はされたことはないですか？僕も映画好きなんで、はい、こういう書き方を試したりとかはいろいろしてるんですよ。あ、そうなんですね、はい、もう若い人だともうそれが当たり前の感覚として、まあ、僕としては、はい、漫画の中で映画っぽい演出してやったぜっていう風な、なるほど、誇らしい感じですけど、藤本先生からしたらもう当たり前じゃないですか。いや、それは確かにちょっと世代が出てるかもしれない、感覚が丸つぶに対して。はあ、面白いな。これはいい話だな。村田雄介が選ぶすごい漫画、続いては、朝利義人先生の宇宙家族カール・ヴィンセント。あ、何これ。あれは初めて見ました。いつのやつ。僕が小学生ぐらいの頃にドハマりして影響を受けた。あ、そうなんですか。朝利義人先生が描く SF コメディ、宇宙家族カール・ヴィンソン。うん、遠い宇宙、孤児となった人間の女の子コロナを育てるため、宇宙人たちが人間のふりをしてコロナの家族となるほのぼのコメディ漫画と思いきや、村田先生が衝撃を受けたすごいポイントとは。これすごい、あの学習誌だとかでも漫画を描かれてる作家さん。あ、そうなんですね。絵がすごい牧歌的なんですよ。はい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 、はい、ドラえもんだとかっていう感じの、うん、確かになんかとっつきやすいというか、はい、ほんわかした感じですね。児童向け漫画な感じがするじゃないですか。そうですね。で、児童向け漫画な、雰囲気なんですけど、はい、あの描かれるギャグがすっげえブラックっていう、ブラックでシュールだったりする。それと、はい、どのシーンだ。例えばあのこの女の子のペットとして、うん、あのリスのター君っていうのがいるんですけど、リスのター君、はい、このルックなんですよ。脳みそ骨、脳みそ骨だ。これお父さんがロボットだったりとか、はいはい、お母さんがでっかいネズミだったりとか。これネズミなんすか。ちょっと待って、その右のパーカー君もなかなかで、何だろうこれ。パーカー君は何ですか。いや、これは本当に謎なんですよ。ベッドでもなければ家族でもない、はい、出てきて何にも喋らないっていうか、はい、で、まあこんな感じで地球の文化だとか、はい、そういうものを取り込もうとするんだけど、うん、宇宙人だから理解できてなくて、ちょっと変な方向に入っちゃってるっていう、はい、っていう、そういうギャグもあったりする。面白いですね、まあ、いや、なんかそのブラックなギャグっていうのが本当にブラックで、はい、あの学習誌で漫画を描かれてる方なので、はい、まあ、よくその学習誌なんかでよくやる脳の仕組みだとか、はい、まあ、いうようなあの勉強漫画のノリで、うん、さっきのタワ君、はい、の耳がどこにあるのかわからないっていうところから入って、うん、どうやって耳の位置を知ればいいのかなって、うん、空気を抜いて聞こえなくなったらそこが耳だよっていうことで、カプセルかぶせて真空ポップで空気抜いて喋ってる先生が怖いです。なんかめっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる、怖いな。そんなことをしたりとか。黒いでしょ。ちょっとね、ちょっとなんか、なんか小学生が見るにはちょっとなんか、ポッてなるようなタイプの学習漫画のノリでそれをやるんで。あ、でもそこはちょっと逆にケースになってるんですね。はい、はい、ノリがそうだから。はいはい、すごい。ちょっとなんかこういうそのブラックさっていうのが、はいはい、こういう絵柄でそういう漫画は描かないだろうっていう固定観念があったんです。そうですね。中学生の頃はそれが衝撃的で、で、僕小学生の頃にその、これにめちゃくちゃ影響を受けた、はい、あの漫画をすごいたくさん描いてまして。え、あ、その当時、はい、本当にじゃあこの作品に影響を受けて描いた作品があるそうそうです、ね、はい、今の作品にこの作品からちょっとインスパイア受けてみたいな、はい、あ、デフォルメだとかその基本的な女の子の描き方だとかはこの辺で固まったんで、はい、あの僕多分漫画読んでると伝わると思うんですけど、うん、黒くてピチピチした服が好きなんですよ。こっから来てるかなっていうのがあるんですけど、まあこの女の子ですかね。あ、確かにピチピチな感じですね。全身なんかタイツっぽい、うんうんうん、いうのがあの影響は残ってるかなっていう。のラインが見えるのがやっぱり、ね、吹雪とか竜巻もそうですね。胸の谷間とか見せないで、あのどこまでその色濃く描けるかみたいな、なんかそうですよね、挑戦するとこはありました。あとチアガール描くのうまいんですよ。やっぱりそんなに入れるっていうか出るの。チアガールが本当にシーンなんだよ。結構出ますよね、試合中に。そうですね。いや、でもすごい。でもこういう作品からいろいろインスパイアも受けて、はい、今、はい、先生が描かれる作品があるってことですもんね、はい、確実に。わかりました、ね、いや、ちょっとなんか
作品も知れて先生のこのルーツというか、うん、なんかあこういう感じなんだっていうのも知れて、うん、なんか楽しかったね。めちゃくちゃ楽しかったですわ。面白かったな。以上村田先生がすごいと思う漫画でした。続いてプロの目線で本当にすごいと思う漫画を紹介してくれる先生は、宇宙飛行士になるという幼い頃の夢を追う兄弟の姿を描いた大人気漫画宇宙兄弟を15年にわたって長期連載中の小山宙也先生。地上波では井上雄彦先生のスラムダンクと新井秀樹先生のシュガーを作家目線で一押し、そしてまだまだあったすごい漫画、まずはアニメ化実写化もされたあの熱血スポコン漫画。はい、これでございます。出ました、松本太陽。はい、また出てきたよ。ピンポン出てきましたね。アイシールド21ワンパンマンの村田雄介先生も挙げていた卓球漫画の名作ピンポン。すごいんだな。小山先生が影響されたというこの作品の凄さとは。松本太陽さん、絵がやっぱ独特っすよ ね。独特な絵がすごくて魅力的で、はい、この絵にハマった人は相当好きになると思います。とにかくかっこいいんですよね、絵がね。この線がゆらゆらしてるじゃないですか、はいはい、漫画の線でこんなゆらゆらしててもいいのって思ってゆらゆらしててもいいんだっていう、まっすぐな線じゃない、はい、ないので、ちょっとした背景とかの絵もその手書きの跡みたいなのがより強調されてすごく魅力的に見えたんですよね。そうっすよね。服のね、この袖のガバッと広がった感じとか、あ、はいはい、なんかリアルなんですよ。うーん、そうですね。縫い目とかもきっちり描いてて、はいはいはい、そうなんですよね、はい、リアリティはなんかあるんですよね。リアリティですね、はい、ロケーションもこれ江ノ島あたり舞台にしてて、資料で写真とかいっぱい撮ってらっしゃると思うんですけど、それをこの松本太陽画に落とし込んでる時により魅力的に見えるというか、うん、こう背景のこの線とか、うねうねしまくってますもんね。うねうねしまくあえてうねうねさせてる。そうしてこうですね、はい、定規とか使わないぜみたいなこれね、枠線はまあ定規使うのは分かるんですけど、定規使ってるものがあるんですよ。あ、そうなんですか。何だと思いますか。ちょっと待ってください。定規とかテンプレというか絵の部分でだけ唯一、あフリーハンドで揺れる線で描かれる絵が大半だが、ここだけは正確に描かれているという部分が。分かった、分かりました。ボールじゃないですか。そうです、ボールの方か。ピンポン玉だけ綺麗な綺麗な線で、そうなんですよ。いや、あそうか、やっぱピンポンっていう漫画描くときに、はい、ピンポン玉のその円の正確さというか、はい、何ミリとかっていう角度で方向変わるとかそういう話じゃないですか、はいはいはい、そこの正確さを表現するのにやっぱボールはきっちりテンプレートで綺麗な線で描かれてるコマが多くて、ね、そう、確かに言われてみればボールだけやってる。まあ話としては、はい、主人公がスマイルとペコ、はい、窪塚洋介がやってました。そうですね、はい、まあこの二人の友情というか、はい、友達なんだけど、このペコっていうのはスマイルにとって、まあ、初めてと言っていい前の友達であり、はい、ヒーローなんですよね、はいはいはい、でちょっと陰気な性格知るんで、はい、自分のなんかそういうところを救ってくれたヒーロー的な人っていう、でペコよりスマイルが卓球強くなってくるんですよ。あー、そうだったかもしれないです。天才なんです、はい、この辺のねキャラクターに負けて敵キャラクターどんどん落ちていって卓球一時期やめたりとか取っちゃって、ね、でも主人公であるこのスマイルはこのヒーローであるペコの帰りを待っているっていう、うん、それがねこの五感の中で、読みてすごいこの5巻で、はあ、主な登場人物の5人がちょうどこの表紙になってるんですよ。あー、もうこれ完結ですもんね。で5巻でちょうど終わってて、その5人がちょうど表紙を飾るって、は
え、どういう計算したらそんなぴったり収まるのっていう。たまたまなんですかね。ほとんどこの5人だもんな。すごいっす。最初からここまで考えてたのか。うん、あとその構成力、はい、すごいなと思いました。いいっすね。ちょっと読みます。いいっすよ。もう一回見ましょう。はい、はい、もう一つ小山先生が選ぶすごい漫画は何だろう。これです。ジジョちゃん。ジジョちゃん。ジジョちゃん。また全然違う。一気に。これ聞いたことあるわ。一気に。これは小山恋子さん、はい、という作家さんの作品で、はい、小山家の毎日が漫画になってこの家じゃないですか。うちの家族ですね。そういうことですよね。これじゃあジジョちゃんはジジョってことですか。そうですね。うちのあの娘たちの。そこ、そうですね。次女ちゃんが出てるじゃないですか。実写版にも、ね。実写版が。とお姉ちゃん、ね。お姉ちゃんの。これあのうちの奥さんが書いてるんですけど。あ、そうなんだ。クソ恋子さんみたいな。なるほど。はい。これ面白いです。すげえ。これ宣伝じゃないですよね。宣伝じゃないです。ちゃんとすごいから出されてるってことですね。最近読んだ漫画の中で一番笑った。小山恋子作次女ちゃん。小山家で起きるちょっとした出来事を子供ならではの視点から描くエッセイ漫画。奥さんも漫画家さん。そうなんですよ。もともとは、うん、あの書いてなかったんですけど、イラストレーターとかやってたんですけど、うん、ツイッターで書き出したらそのツイッター人気になって、まあ、単行本になって。どういう出会いなんですか。あ、僕と画塾でしたね。画塾、はい、もう高校生の時にあったので、いやだいぶじゃあ前、めちゃくちゃ長いじゃないですか。めちゃくちゃ長いです。高校から。高校から。とんでもないですね。はい、もう30年ぐらいとか。30。そうそう、もうちょっとそんぐらいになりますよね、はい、ちょっと試しに。あ、いいですか。このクモンのやつちょっと見てもらって。おすすめの。あ、クモン行ってますね。それじゃあこの辺をなぞってみて。次女。素晴らしいです。素晴らしかった。素晴らしいですね。こういうのってあのとしちゃいますね。大人が考えても思いつかないんですよね。確かに。だから日常ってことですもんね。そうそう、これを、うん、でそれにやっぱよくその観察、はい、子供たちを観察している母親の、あ、これ面白いと思ったことをちゃんと記録に残しておいて漫画にしてるんで。先生もだから、あ、こういう一面あったんだみたいな。そうそう、これで知ること多いんですよね。あ、こんなことしてたんやとかね。あの結構そのハッとするようなこと言ってくれたりとか、うんうん、風船1日も2日目3日目。はあ、なかなかね、なんかいいね。感心するというか、なんすかねこれ。3日目くらいの風船が好きって、なんかその、うん、映画のタイトルみたいじゃないですか。3日目の風船みたいな、ね、3日目くらいの風船が好き。ずっと待ってたんだ、おじげくんの。ずっと見てられる。一コマでもね、面白いですよ。この一コマもなんですか。映画見に行って、はい。うわー、いい一コマ。やってくれるぜ。そこまでわかるっていうのはなかなか。これ思いつかないな。完璧、すごいっすね。これね、あの僕が家族だから笑ったのか、はい、なるほど。ちょっと僕脳内を完全に、はい、なんていうんですか、客観的に読んでみたら、ね、笑いつつ。誰でも面白いよこれ。なるほど。ちょっとお父さん入っちゃってる。だからめっちゃすごい漫画です。で、面白さがすごいってことですか。以上、小山先生がすごいと思う漫画でした。はい、ということで、皆さんいかがでしたか。さあ、あのモグライダーさんどうですか。いやすごい、やっぱあの松本太陽さんのピンポンって相当な影響力なんですね。すごいですね。なんかこの頃は本当カリスマだったんだろう。あ、そうですね。確かに。そのなんかいわゆる絵のタッチと顔とか、うん、もう
言ったらこのイケメンとか、はい、そういう感じじゃないんだけど、うん、でもかっこよかったよね出てくる登場人物みんな。いやなんかこのペコがまた口調とかね、なんとかなんよとか、オイラとかなんかそういうのもすごいおしゃれに見えたんだよね。あとね、いやあれボールだけがねあんなまん丸なの知ってました？すごいですね。すごいです。読んでても分かんなかった、うん、でも言われてみたらボールもちょっとふにゃってたらあの迫力にはなってないのかな。確かにならないですね。これはすごいね、うん、あれだからしっかり書くことによってボールの速さが分かんのかも、うん、確かにそうかもですね。次女、まあ、ちゃんは、まあ、確かにその客観的に見えてるのかどうか分かんないけど、ね、相当ギリギリ親バカとのギリギリのラインがドリブルしてるから。でもちょっと読みたいですね日常系。さっきの発想とかないじゃないですか、うん、人形を見させようなんて自分の頭の中で考えちゃできないけど、うん、ドキュメンタリーだから出てきたってことですもんね、はい、うん、そういうのちょっとすごいですよね。柴さんはお子さんいるんでしたっけ？うん、いる。うち女の子2歳、もうすぐ3歳。どうですか、うん、じゃあ2歳3歳ぐらいだったらもうこんなことある。そうか、まあまあでも確かにね、そのなんだろう、こんな面白いことはそんなに起きないけど、でもなんかね、うちの子じゃないんだけど、はい、俺実家がむちゃくちゃ山奥の方で、そこで民宿やってんだけど、うん、そこに東京から泊まりに来た、はいはい、それこそ4歳5歳ぐらいの女の子がいたらしいんだけど、うんうん、うちの母親がその時期ホタルが飛ぶから家の裏、うん、ホタル見してあげるよって連れてってあげて、はい、で1匹こうパッと母親取って、うんうん、手出してごらんって手の中に入れてあげるからさ、はい、初めて見るじゃん、はい、ホタル。そうですね。ですっごい喜んで、え、本当いいの、え、本当暑くないって言うからそれがね、なんかうわーってそれをなんか思い出して、この次女ちゃん、うん、確かにそれは思わないな。そうか、初めて見たら暑いかもって思うんだ。暑そうに人かと一緒だと思っちゃう確かにないね、子供ならではかもしれない、うん、そうそう、なんか可愛いし、なんか笑っちゃうしっていう、うん、でもどうですか、なんかやっぱ自分の子供めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。まあそれはね、自分の子供がなんかしたこと笑っちゃいますよね、やっぱり。まあまあ、うん、なんだろうね、それもでもなんか本当にみんなが面白いかわからないって言っちゃうこととかないですか、ね、なんか昔、はい、俺ら先輩でさ、芸人の東京ダイナマイトさんいるじゃん、はいはい、東京ダイナマイトさんのネタでさ、コントの中で、はい、なんか電話かけたら電話に出て、うんうんうん、出た相手がなんか子供で、はいはい、なんかうんうんみたいな、うんうん、で子供じゃねえかみたいなのがあった、うんうん、子供に電話出さして喜んでんのそっち側の家族だけだからあれがなんかすごい、確かに、うん、なんか家族はさ、はい、あ偉い、かわいいかわいいとか、さぞ電話の向こうも喜んでくれてると思ってるかもしれないけどああいうのたまに思い返しとかないとやっちゃいそうになるよね。なんか子供の写真とか見せる時とかも、そう、みんなが可愛いわけじゃないよ、うん、そうなんそこ冷静じゃないとね。そう、いや、ね、でも見たいと、見たい時ありますね。猫でやっちゃう俺。あ、自分家の猫。ホラーって、はいはい、ホラーってやっちゃうんだけど。やってるじゃないですか。全員猫が好きだからやっちゃうから気をつけた方がいい。そうなんだよ。急激につまんなくなる芸人たまにいますなんか父親になっちゃって。ああ、うん、なんだろうね。優しくなっちゃう。悪いことではないんだけど、悪いことじゃないですよ。確かに、そうか。でこっちもなんか言いにくいし、つまんないと思う。うん、そうね。うん、そうそう。子供関係は言えないですね。そうなんですよね。言えないな。大場さんいかがでしたか。私はピンポンの線画がゆらゆらしてるっていうのを見て、うん、私も漫画描くとき手ブレ補正っていう機能があるんですよ。手ブレ補正80ぐらいにして描いてて、なんか一瞬でもブレたら一回でも描き直してたんですよ、うん、だからゆらゆらしててもいいんだってあれであえてだよ多分ゆらゆらしてる風に描こうっていうのに忠実に描いてると思う、うんうん、多分。なるほど、ただね、いやでも全部ゆらゆらの4コマ漫画見てみたいな、うん、そういう回もちょっと作ってみようかなってたまにないの、なんか今回荒いなみたいな時。いや、ありますね。ちょっと雑に書いちゃった時とかは、うん、なんか後から見返すと、あ、もうちょっと丁寧に書けばよかったっていうのがすごい多いです。なるほどね、やっぱそうなるんだね。味になればね、いいけど。そうですね。
じゃあチェーンソーマンやっぱすごいね。いやチェーンソーマンはすごいですね、はい、みんな言ってるよねチェーンソーマン。俺も漫画は見たことないんですよ。あ、そうですか。でアニメでずっと見てるんですけど、うん、やっぱり主人公が好きだから見てます、うん、あ、うん、だからやっぱ少年漫画の主人公じゃないの全然、はい、そうですね。だってね、猫をだけ助けてましたもんね。なんか2話の時もなんかこう、悪魔に、投げられた車をなんか受け止めて投げ返すシーンあるんだけど、そこに人乗ってんの。あ、うん、はいはいはい、はい、でなんかこのおじさんが乗ってんだけど、はい、それをなんか助けるか助けないかみたいになった時に、野郎の命なんか知らねえって言って投げたの。あ、うん、女の子が好きだからね。そう。そういう感じとか。確かに主人公のなんかイメージではないよ、うん、正義の味方っていう感じじゃなくなった、うん、少年ジャンプでなかなかない、うん、結構自分のこのことを虐げてたヤクザをもう本当にアニメの1話で皆殺しにするんだけど、うん、そんな主人公いないじゃん。少年漫画で。そうですね。なんかどっか救いをこう作るというか、うん、なんかね、主人公ってそういうもんって勝手に思うけど、うん、しかもなんか一緒のなんか職場にいる、うん、なんかこの間僕が最新話見たやつは、うん、一緒の職場にいる人が死んだ時みたいな想像するの、はい、うん、なんか泣けるかなみたいな、うん、いや泣けねえなってなの全員、うん、全員だよ全員、うん、でその唯一好きなマキマさんっていう人がいるんだけど、はい、うん、その人が死んでもまあ3日ぐらいは落ち込むけど、うん、その後はもう普通に楽しく日常過ごしてんなみたいなことを言うんだ主人公の、うん、もうそれとかもなんか考えられないですよね。あんまり好かれるタイプのそれじゃないもんな、うん、いやでもめっちゃ好きになるんですよ。いやこれめちゃめちゃ面白いです、うん、本当に。これなぜなら、うん、やっぱり俺たちは少年漫画の主人公すぎる主人公って全く感情移入できないですよ、うん、まあまあ確かにそうそうそうだね、うん、親近感、うん、でもなんか同じ職場の同僚だとしても、うん、死んで泣けない人だっているじゃないですか、うん、リアルというか本音というか、うん、そういうことですよね、うん、いや実際そうだなって思うとかやっぱあるんですよ、うんうん、確かにそうだよな。全部ちゃんと言えるっていう時代になったんでしょうね。なんかそういうなんかそういうのを、うん、なんかもうなんて言うんだろうな、映画とかもうテレビのバラエティとかもそうだけど、やっぱどっかで嘘っぽいって思っちゃってるな、ね、そんなやつねえやみたいなね、うんうん、確かに綺麗事すぎるっていうのがありますね。そうそうそう、初めてタイトルとあの絵を、表紙の絵をたまたま俺楽屋に置いてあったのかな、一巻がチェーンソーマンの、うん、そむちゃくちゃ笑っちゃったんだよこの絵をバーって見た時、絵、うん、絵を、たうん、絵とタイトル、うん、チェーンソーマンってこの絵でチェーンソーマンはもう、うん、そうでしかない、そのそう変なおじさんみたいな、なんかコントでありそうっすよね。でもそういうなんか感じなんだけど、意外に伏線がねちゃんとしててね、細やかで結構面白いのこれ、うん、どんどん吸い込まれていく、なんかね、バカバカしいだけじゃない、そうどんどんなんかもう巻き込まれていく、なんかとにかく入っちゃう、なんか本当に表紙だけで想像すると、うん、なんかこう 手と頭がチェーンソーになっちゃって生活しにくい人みたいな、うん、そう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 、そういうギャグ漫画みたいな、ギャグ漫画じゃない、ね、結構悲しい話だったりするんですよ、いろいろ、うんね、カール・ヴィンソン気になりました、ね、カール・ヴィンソン気になりますね、知らないよね、初めて聞いた、初めて聞いた、絵は可愛いもんな、ね、確かになんか教科書に出てきそうな絵柄ですよね、ポップな感じ、古そうですよね、うん、これのなんかこういうね、一見この表紙は可愛いけど、うん、このブラックコメディみたいなのって、はいはいはい、なんか最近はあるけどね、そうですね、うん、結構昔の作品ですもんね、はい、うん、先生が小学生の頃に言ってたもん、うん、そんなのもうなかったかもしれないですね、うん、しかもなんか謎のねこの CG っぽい、はい、この表紙、はい、ね、なんだろうこの感じ、確かに 3D の感じなんですかね、珍しい、なんかこれも面白い、ゲームソフトみたいな、うん、そうですね、確かに、ね、ナディアとか、うん、あの流行った頃の色じゃないですかね、うん、違いますかね、うん、なんかでもこの宇宙系の色ですよね、なんかね、宇宙系のこの頃のなんかこの読者がどういう風に読んでたのか気になります、うん、そうですね、いやみんながみんなね、あの黒のピチピチいいなって読むわけじゃないじゃないよね、うん、いやでもなんかね、やっぱこの頃は多分これぐらいの幼女が、うん、はいはい、
ちょっと可愛いとか、うん、そういうのあんまりなかったと思うんだよ。俺ら小学生ぐらいの頃から、はい、カードキャプター桜ぐらいから女児向けが、はい、可愛いとかいう世界に生まれてきたような気がするけどね。子供は子供としてしか出てこなかったかも。そうそう、そうですね。そっか。なんかちょっとこのあのね先生の見方はちょっと変な癖が入ったかもしれないね。ちょっと待って。するとね、そういうふうに言わないですか。漫画家という職業があってよかった体験。やばかったもんね。作品にね落とし込めるからいいよ。はい。それではここでモグライダーさんとも、あ、ともしげさんのすごいと思う漫画を発表していただきます。1万冊の中から、そうですね、すごい選ばれた一冊。僕はこれを選びました。ドン、福本伸幸先生の天宝通りの怪談時でございますね。すごい、はい、こちらちょっと古い漫画になっちゃってるんですけども、うん、まあ福本さん、福本伸幸さんといえばね、うん、怪事ですとか赤木とか、うん、そういうねそのギャンブル漫画、これはね麻雀の漫画なんですけども、うん、赤木の方が、うん、あるじゃないですか、赤木っていう結構有名な作品の、はい、その赤木が若かりし頃が出てくる漫画なんですよね、うん、それで、赤木の若かりし頃じゃないですよ、ええ赤木の過去、あ、若くはないですね。そう、若かりし頃が赤木だ。若かりし頃が赤木ですよ、ね、そこに出てくる赤木っていうおじいさんが、そうだそうだそうだ、分かってますね岩井さん。大丈夫ですよ、何を言ってるんですか。まあもちろんこれね、福本さん先にこっちを書いたんですけども、うん、これの一番の見せ所は僕麻雀が分かんない人でも読めるところがあるんですよ実は。ともしげさんどうなんですか、麻雀分かる、はい、僕麻雀結構大好きで、うん、麻雀は好きなんですけど、麻雀が嫌いな人でも、嫌いな人っていう人じゃない、うん、落ち着いてください。お前がずっと知らない人ね、麻雀を知らない人でも読んでほしい感があるんですよ、はい、うん、この16、17、18巻っていうところがあるんですけども、うん、その3巻は赤木が、うん、実は葬式をしちゃうんですよね、うん、自伝葬というか、うん、自分がちょっと実はアルツハイマー病にかかっちゃって、うん、赤木がその人生をどうしていけばいいかっていうのを嘘の葬式をやって、その子に前戦った人た仲間たちが現れて、その赤木を、はい、赤木の自殺を止めるという、はいはい、ちょっとその話し合いをするっていう感があるんですけど、赤木がだからもう自分はダメだから、はい、もうこのまま自殺するっていうの、そう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 、それを止めに来るんだよ、止めに来る、かつてのかつてのライバルとか戦った人たちがみんなが止めに来て、うん、そこでその話し過ぎ応答するところがすごく良くて、うん、その赤木っていうすごいギャンブラーの人でも、その死ぬっていうことは生きるっていうことと一緒なんだよみたいな、そのいろいろ反面教師になって教えてくれるというか、うん、その一人ヤクザって言い方良くないのか、まあいいですね、まあ一応言い換えてみたら頑張って、暴走族なんか少し弱くなってんじゃん。暴力団のね、はい、原田さんっていう人も止めに行ったりするんですけども、うん、結局論破されて全然止められなかったりとかして、はい、それで一般人というかあんまりちょっとうだつが上がってないひろゆきさんっていう、ひろゆきさん、ひろゆきさんだっけな、ひろゆきさんはいけるだろう、論破できた、論破できるじゃん。でもひろゆきっていうキャラクターがいるんですけども、ひろゆきさんでもね、ひろゆきさんは有吉さんか、論破できそうです、できそう、ひろゆきさんっていう人が論破しに行くんですけど、やっぱそのそれこそ赤木が死ぬって言ってるんですけど、お前の方が死んでるよみたいな、生きてるけど、うん、その人生をなんか適当に生きてる人じゃダメだよと、うん、死んでないだけじゃないかと、そう、死んでないだけじゃないか、このひろゆきさん、ひろゆきさんっていう人は、うん、その麻雀打ちになりたかったんだけど、はい、もう他の人が才能がありすぎるから諦めちゃったっていう人なんですよね、うん、その人が諦めちゃったっていうことが良くないよと、うん、君の人生はもう死んでいるからこんなんじゃダメだからっていう話をして、うんうん、そのもう失敗を恐れるなと、もうひろゆきさんっていう人はもうとにかく失敗するのは嫌だと、うん、失敗を恐れないでいいじゃないか、三流でも熱い打ち手になればっていうのを赤木さんが言うんですよ、うん、それをわって言われた時に、僕も失敗だらけの人生だったんで、うん、そうだそういう風になった方がいいなっていう風に思って芸人になったところはあるんですよ。これを読んでた、はい、これを読んでたんですよ。やっぱその人生に悔いが残らない生き方っていうのは何なのかっていうのを教えてくれる、うん、その天のその最後の方の
葬式の話なんですけども、うん、ちょっと漫画1万冊読まないでいいんで、うん、プレゼンの本5冊読んでぜひ本当に読んでますよね、多分読みましたこれ感動すごいね、でもこれ本当に最後の方天の話じゃないんだよ、そうそうそう、赤城の話、ほぼ赤城の話になって、でもやっぱり赤城の言ってることは読んでてもやっぱ説得力あるし、うん、なんか自分でも止められないんだろうなっていうふうに思います。そうなんです、福本信之先生はでもそんなことも全部分かってんだなと思って、その人生のその生と死と、うん、ということがどういうことなのかとか、うん、一生懸命頑張って生きるっていうのはどういうことなんだっていうのを教えてくれる普通に教科書みたいな、うんうん、どういう生き方をしたらそうなるんかな、その先生とかは。そうですね、赤木だったわけじゃないから ね、赤木という人を作り上げてそこから自分に落とし込んでこの物語で僕たちに人生を教えてくれるっていうすごい漫画なんで、うん、でも赤木を全部読むと、うん、やっぱり本当にこの命のやり取りっていうか、うん、もうギリギリの戦いをしてるわけですよ、うん、なんでやっぱ自分がアルツハイマーになったっていう状況を考えると、はいはいはい、やっぱ全く生を感じられないっていう風にはなるの、うん、そうですね、ずっと命かけて勝負してきたわけですもんね。そう、もうすごかったからだって ね、 そ う、 ですね、そういう人から見たらこう普通にその普通に何の気なしに止めたりする人たちももっといい生き方とか、そのさっき言ったヤクザ暴走族の原田、うん、暴力団の原田さんっていう人も成功を積み重ねることによって自分が身動きが取れなくなっちゃってるみたいな話があるんですよ、うんうん、だから成功も良くないっていうことも教えてくれるっていうか、成功することによってその人はもう偉くなりすぎちゃうから成功の棺に入っちゃってるんだよっていう、なんかすごい名言があるんですけども、すごいね、だそういうなんかいろいろ人生って難しいなと思って、深いですね。いやすごいんですよ、うん、この赤城っていう男は、まあ、赤城の一番最初のこの話、なんか子供の頃の話、全く麻雀わかんないのに、うん、この暴力団の中の麻雀に入れられて、うん、なんかイカサマすんの、うん、そう、それでなんかそんな度胸もすごいし、うん、なんか鷲津っていうね、はい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 、出た鷲津ね、はい、鷲津との麻雀対決で、うん、もうこの血をなんか抜き合うんですけど、かけてやるやつがあるんですよ、この鷲津麻雀すごくて、うん、あの鷲津がね、はい、一回こう意識がなくなって地獄行くんですよちょっとギャング漫画的なやつ、地獄に地獄に行った時あるんですよ、地獄行って、うん、あるんですよ、地獄の鬼と戦うんですよ鷲津が、で半年ぐらい地獄の鬼と戦ってんすよ、うん、結構いたな、はい、それで近代麻雀で連載してるのに麻雀一切しないで地獄の鬼と戦ってそうなんですよすごいんですよこの表現の方法が、そう、たった1日を20何巻もやるんですか、赤木とかは。いや、すごい話なんですけどね、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。そして現在バラバラ大選挙が開催中です、うん、これはテレビ朝日で深夜に放送中の枠バラバラ大作戦で放送中の番組から人気1位の番組を決めるという選挙です、はい、岩井花澤が普段 MC を務める漫画道はですね、うん、もうかなりの子さんということで、はい、はい、今回は絶対1位を取りたい、お願いしま す。あの右腕も、右腕じゃないや、右上の QR コードから、はい、あの投票できますので皆さんぜひよろしくお願いいたします、はい、さあ配信を見てる人も投票してください、お願いいたします。もうすぐ終わりますから投票はね、お願いします、お願いします。それではしましたか、ちょっと確認したかな、もうすぐそんなに早くできないですから、ね、いやいやもう今して、今やらないとやらないですよね、あなたたち開いてもらって、あなたたちで今 やれって言って今やってなかったらやらないですよ確かに、はい、そこまで言っておかないと、お願いします、はい、お願いします。それでは続いての VTR 参りましょう、どうぞどうぞ。続いてすごいと思う漫画を紹介してくれる先生は、コロコロコミックで20年以上連載を続けるギャグ漫画デンジャラス G さんの生みの親、曽山和俊。地上波では嘘つき極王くん、北斗の拳ドラマ撮影伝を紹介してくれた曽山先生。そんな先生が選ぶ本当にすごい漫画、さらなる2作品は。では先生、続いてのすごいと思う漫画教えてくださいね、はいはいはい、僕がすごいと思う漫画こちら、はい、逆境ナインでございます。これはもう有名な島先生の、そうなんですよ、ね、はい、我々も知ってる逆境ナイン、逆境ナイン、
熱血野球漫画の金字塔島本和彦作逆境ナイン。全力学園の野球部キャプテン不屈投手が押し寄せる逆境に対しその名の通りの不屈の投手で乗り越えていく姿を描いた熱血コメディ野球漫画。コメディですね。こちら本格野球漫画では全然ないんです。男とはどう生きたらいいか、この男の生き様みたいな漫画を描いておりますので、男の3つの条件、はい、男とはいざという時にはやらなければならない、2つ今がいざという時である、そして3つ俺たちは男なんだ。なんだこれと思って3つ目まさか男たちは男なんだ、これは何食ったらこんなこと思いつくのかな何食ったら僕がすごく好きな回がありまして、はいはい、これもう主人公不屈投手に、うん、好きな女の子ができるんですよ。あ好きな女、あ可愛いなっつってちょっとフラフラしてたら、うん、チームメイトからプレゼントがあると、はい、家に帰ってから開けろ、うん、2種類あるから、うん、好きな方を取って片っぽは捨ててくれって言うんですよ、はあ、で家に帰って開けてみると、うん、板が2枚板が2枚こんなのがおあ野球と待ってくれかけがえのどっち取んねんみたいなこと、はい、言いましたよね。あの2種類あるからどっちか選んでどっちか捨ててくれっていう、なんとそんな中女の子が家に来るんですけど、来たよ悪いが帰ってもらってくれ帰ってもらってくれっつって二者択一っつってちゃんと野球の板を持ってる。おお熱いこの生き様、そうか男ってのは1個でいいと、もう2つも3つもやったら、なんかふわふわしちゃうから、その1個だけを目の前の1個だけをやろうっていうのを僕島本先生にすごく教わった気がしますね。かっこいい。野球のテクニックは何一つ学べません。さらに曽山先生はこの作品のある表現方法に度肝を抜かれたという。主人公不屈投手が、はい、甲子園出場を決めまして、いよいよ甲子園だ、ってなってナインのみんながこう立つんですよ、いいシーンですよ。いいシーンだって甲子園を見つめて立つ、じで甲子園をじーっと見つめるんですよ。見つめて、そしたらそれを見てる周りの人たちが、何あの人たち、人予選で負けた人たちっていうんですね。でそれでその後まだ見つめるんですよ。そしたら周りの人が、なんだあいつら、あ出場選手じゃないの、でまだずっと見つめてて、あれ何あの人たち、どっかの優勝狙ってる夢子じゃないのか、ってずーっと見つめてて、でよしっつって終わるんです。おお甲子園を見てるだけの回です何それあなんで、OK、出たんだろう。そうかやっぱり彼らは本気でこれをやっているギャグでやってるわけじゃなくて、すごく本気の気持ちが伝わってくるので、そうかそれをその何もセリフがないずっと見つめるっていうことだけ で、はい、こんな漫画ないと思いますもん、ねはい、もう島本先生のそこはもう唯一無二の武器なんじゃないかなと思ってます。ちなみにあれはもう僕の家の家宝でございます。あ島本先生の子供を必要以上に笑わせてやれ、何それ素敵、毎日拝んで漫画描いてますちなみになすなかのお二人は、はい、その男の生き様みたいなのを学んだなっていう漫画はありますか。僕はもう長井さん1個あんねんな。僕はもう2冊あ僕合計3冊増えたあれじゃ男の生き様男の3冊でもいいですか。ああ今1個に絞れって話1つに絞れって言ってた。その中から僕は空手バカ1代空手バカ1代がすっげえ男の生き様をなんか教えてくれたんですよ。そう、それで僕空手も実際始めて、男とはこういうものやみたいな感じで。なんかその好きな師範の空手ばあります、うんはい、主人公の大山益達がですね、あの山にこもって一回山下山するんですよ、そこで女性を見てからこう山に戻ったら、あかんもうやっぱ降りたくなると、またやっぱ女性に会いたいとか思うみたいなのあるんやけど、そこはダメだと思って自分の眉毛を剃るんですよ、それを水面で見て大笑いして、なんやこれバカの顔だ、こんなんでは山降りたら笑われるぞ言うて泣きながらまた修行始めるんですけど、かっこええこれやと
もう自分をもうそこまでやっぱりもう追い込んで欲に負けるなと、そう追い込まなあかん、自分はひたむきに生きなあかんねやっていうのを学びましたね。かっこいい、素晴らしいです。そう、曽山先生が選ぶすごい漫画4つ目はまだ2巻しか出ていない新作漫画、なんだろう、新作レッドムーダンでございます。レッドムーダン、これは僕ら知らない、現在グランドジャンプで連載中、そのさなえ作レッドムーダン、中国の歴史上唯一の女帝となった武則天が確執、陰謀渦巻く女社会の幕府高級にてライバルたちと戦い抜く生涯を描いた歴史漫画。こちら、まあ、一言で言いますとすごくきらびやかな女性たちのすごく醜い争いを描いた、うわ、またちょっと人間性が出そうな、この世界の女性たちの縦社会感がすごいエグいんですよ、主人公武将、この武将がまあ貧乏なんですね、もう食うものもまともに食えなくて、よそ様の家にもう食べ物を恵んでくださいって言って、お前にやる食い物はねえよ、めちゃくちゃ腹立ちます、そうなんです、心動かされてますよ豊かな生活を夢見て高級に入る決意をした主人公、しかしそこで待ち受けていたのは地獄のような日々だった。主人公には友達ができるんですよ、陳次と申します、でこうお友達になるんですけど、お友達の陳次ちゃんが、偉い女性にお茶をこぼしてしまう、あらお茶をこぼしちゃって、もうこの女性はもう激怒激怒、白皮の刑事、皮を剥いで殺してしまえ、めちゃくちゃ言うんですよ、怖っ、そしたら主人公が人を殺すほどのことではないですよって怒るんですよ、あそうか分かったと、じゃあちょっとお前後で私の部屋に来い、めちゃ怖いじゃないですか、そうなんですよ、怖い怖い怖い、そうなんですよ、私の部屋に来いはめちゃくちゃ怖いじゃん、呼び出しやん、で呼び出されてで行ってみたら、先ほどはちょっと言い過ぎだと、悪かった、ちょっと酒でも飲もうやと言うんですね、で一緒にお酒を飲んで、ところでこの今飲んでる酒なんで作ったか知ってる、教えてやろうかって言うと、さっきのお友達、そんなことすなよ、怖い、もう逆らったらもう絶対にダメっていう、この縦社会の女性たちの恐ろしさを書いてる漫画なんですね、すごいですね、はい、でこの後主人公も無知でもうボッコボコにやられちゃう、結構激しめの、そうなんです、人々の醜さと、その中で主人公だけがなんか辛いながらも上を向いて立ち向かっていくっていう、すごく美しいなと思いました。逆境ナインからの振り幅半端ないですよ、ね、レッドムーダンかスーパーマリオくんかですげえ悩んでる、全然違います。最後に曽山先生にとって漫画とは何か聞いてみた。漫画とは僕の人生の一番真ん中にあるんです。昔結婚式、妻と結婚をして結婚席に、60人ぐらいの人が来てくれたんですけど、僕の元々の家族親戚以外は僕が漫画を描いてなかったら一人も出会ってないと、これは本当にもう漫画はもう僕の一番真ん中にあるものなんだなっていう、すごい、先生これで先生下抜いたら違うこと言うんちゃう、あ、食べなくてがっかりや。以上、曽山先生が選ぶ本当にすごい漫画でした。はい、ということで、なんか曽山先生すごいいいことをおっしゃってましたね。曽山先生だけなんか最後のね、漫画とはみたいな。はい、またなんかすっごい楽しそうに喋ってくれるからいいですね。聞いててなんかこっちまで楽しく笑顔になる。漫画がさ、面白そうだなって思えんだよね。曽山先生のプレゼンって。面白かった。楽しそうに喋るから。楽しそうに喋ってって怖い話だったんですね。いきなりギャップがすごいね。レッドムーダンのために怖かった。これすごいな、怖かったですね、知らなかったけど、なんかデンジャラス爺さんを描いてる人がプレゼンしてると思えなかった、本当ですよ、あんなシーン一切出てこないですもんね、デンジャラス爺さん、逆境ラインもな、確かに俺ちゃんと読んだことなかったけど、あれすごいね、なんか出ますか、さっき
なんだっけ、甲子園をずっと見つめ続けて終わるだけの回、あんなのね、V 中も言ってたけど誰が OK 出したのってすごいです ね、 そうっすね、逆境ない、うん、本当だよな。でもなんかこれがさ、なんか編集の人がなんて言ったのか知りたい、うん、でもこれ確かになんかすごいことしてるな、なんか周りの反応が変わってってるだけだもんね、うんうんうん、そうですよね、これおもろい、圧が出てるんだろうな、ほとんど時間が動いてない、動いてない、うん、でなんかなんかすごい大事なこと言いそうな、うん、また男とはみたいなね、うん、一つ二つ三つで別に別に何も言ってないみたいな、山本先生っぽい、うん、いつも思うんですけど漫画とかアニメとかやっぱツッコミが入ってないでボケっぱなしの方が面白い気がするんですよね、うん、それはあるかも確かに、うん、ツッコミってねしないっすもんね普通、うんうん、確かにおかしなことですよね、なんか不自然ですよね、うん、ツッコミって確かに、だからなんか漫画で突っ込んでるシーンを見ると、うん、急に冷める時ってなんかあるありますが、そういうもんなのか、あれ確かにそう日常別にないからなんだろうな、突っ込むってことが、なんかなんて言うんだろうな、やっぱそのこのちょっと専門的な話になっちゃうんだけど、うん、突っ込みしてる人ってやっぱ絶対的な説得力必要だし、うん、この人が訂正してるっていう説得力がないとダメなんだけど、うんうんうん、その漫画のキャラクターって、うん、普段別にお笑いをやってたりもしないし、そうですね、うん、だからツッコミさせるときにちょっと違和感が出ちゃうんです、あすごい、確かにそうかも、本当だ、うんうん、そうなんですよね。大場さんどうでした？いや、曽山先生が選んだ漫画の表紙がどっちも赤かったんですよ、うん、先生からの情熱をすごい感じてすごい独特な赤、情熱の赤、逆境ナインの方は男の生き様を学んで、うん、こっちのタイトルレッドムーダンの方は女の生き様を学べるなって思いました。なるほど、そうだね、そういうことだったのかどうですか、ともしげさん、男の生き様漫画とかありますか？男の生き様漫画、うん、そうですね、うん、バッと出しておいて1万の中から1万のアーカイブがあるわけですね、1万のアーカイブがありますね、うん、田中アフロとかですかね。アフロとアフロ田中もう結構すまないあでも面白いですよ田中アフロアフロ田中、はい、あれとかね、なんか花の刑事とか、ああ好きよね男は、そうかそうか、もう名言だらけですなんかね、確かにかぶいてかぶいてて、かぶいてかぶいて前も言いましたけど俺あのシーン好きなんですよ、なんか秀吉と、はい、なんか露天風呂みたいなのにみんなが、だから入ってるとこ秀吉が来て、でなんか俺の部下にならんかって刑事のことをね秀吉が言うんですけど、これでどうだっつって、ただの歌舞伎者に1万石とはってみんななるんですけど、100万石でどうじゃって言うんですよ、うわ100万石ってなるんですけど、刑事が人は日に、米は2合半畳は1畳あればよい、それより一杯くれんかって言って酒を継がせるんですよ、で秀吉がありがたく飲めて100万石の酒ぞって言って作るところなんですよ、それめちゃくちゃしびれるんですよ、ね、すごいな、なんだろうねその感じね、なんかこう粋な感じとかね、粋男な感じは出てきますよね、はい、はい、それでは続いての VTR 参りましょう、どうぞ、 どうぞ。人気漫画家が選ぶ本当にすごい漫画はこれだ。続いて一押し漫画を教えてくれるのは、家庭教師の主人公と教え子である5つ子ヒロインとの恋を描いたラブコメ、五等分の花嫁の作者、春場ネギ先生。地上波では異常な愛情を息子に捧ぐ歪んだ母親の愛を描いた血の輪立ちと、血の輪立ちね、稲垣理一郎、坊一拓が描く近未来ファンタジードクターストーンを漫画家目線で一押し、そして今回の一押し漫画は週刊少年マガジン掲載時空前の大反響を巻き起こした衝撃作、なんだろう、
僕がすごいと思った漫画は恋の形です。これはもうめちゃくちゃ名作ですね。数々の漫画賞を受賞した大今義時先生の声の形、京都アニメーション。耳が不自由で聞こえない少女翔子と、そんな彼女をいじめていたやんちゃ少年翔也。クラスに馴染めない翔子は転校してしまい、それから5年後高校生になった翔也は、小学生の時伝えられなかった思いを伝えるため翔子に会いに行くという二人の心の触れ合いを描いた作品。本当に繊細に描かれているというか、やっぱ難しい部分でもありますので、耳が不自由な方を描くというのをかなり丁寧に描かれていると思います。ちょっとキュン要素とかもあったりするんですか？めちゃくちゃあります。あるよ。人気ラブコメ漫画五等分の花嫁の春馬先生をキュンとさせたシーンとは？2巻3巻と主人公が過去を清算するというか、罪を償っていくんですよね。でそうしていくうちにヒロインも許していくというか、心を開いていく、あ、よかったなみたいな思ってた中で、いきなりこのこれ浮きって書いてるんですけど、はい、告白なんですね。うわめっちゃキュンだ。そうなんですよ。こんな3巻でいきなり3巻でちゃうのみたいな、振り絞っての。そうですね。うわめっちゃ気になる。そっからどうなんの？すっごいネタバラシしてほしいけど大炎上ですよね、そんなことしたら。さらに春馬先生が感銘を受けたポイントが、読者に説明しすぎないテクニック。一体どういうことなのか。見方によっては読者に不親切な部分というか、作中ではあんまり説明してくれない部分みたいなのが結構あって、3巻でヒロインから主人公へプレゼントを渡されるんですよね。これ何か全く分かんないですよね。分かんない。飴？そうですね、飴っぽいんですけど聞けないんですよ。ちょっと聞いたら悪いかなみたいな、もう聞けずにもうこの話はこれでおしまいで、4巻5巻6巻行っても全然触れられないんですよね。プレゼントの話には一切触れないまま最終巻へ。最初は壁のあった2人がやっと距離が近づいたタイミングでヒロインの状況が決まり、離れ離れになるシーン。ここが春馬先生のすごいと思ったポイント。お別れの時です、最後の言葉ありますかって時に、去年くれたのって何って聞くんですよね。これ最後の言葉で、でお別れ。でこれってこの解説は全くこの漫画でしてくれないんですよ。でもしっかり読めば、あのプレゼントのことを聞ける関係になったんだなとか、そういう読み方ができるんですよね。確かに、五等分の花嫁でも全く同じような感じが、気づかないような私も感じてた部分が。あ、そうなんですか、はい、ちょっと不親切だなので勝手な作者の希望としては、しっかり読めばわかるよねみたいな書き方をしたいんですよただここはちょっと打ち合わせでの主な議題となるんですけど、ちょっと分かりにくくしたい作者と、できるだけ分かりやすくしたい編集の方たちとのどこまで押し引き、全てを描きすぎずストーリーにあえて説明しない部分を残すことで読者に考えさせ強い印象を残すのがすごいポイント、ということで春馬先生がすごいと思う3作目は声の形でした。ともしげさん五等分の花嫁好きなんですよね。五等分の花嫁好きですよね。一文字も分かんなかったし恋愛もの恋愛ものとかやっぱキュンキュンしますよね。やっぱ男が読んでもやっぱまあまあありがたい話ですよね。やっぱありがたい、ありがたい、まあ、僕そんなモテてこなかったんで人生で、やっぱその漫画家の主人公の男の子になりたいなみたいな願望はありましたね。なんか、なるほどね。
自分に重ねて読んでるんです。そうですね、僕は大体そんな感じで読んでますね。ちなみに五等分の花嫁だと誰が好きなんですか。僕はでもまあでもやっぱ結局四つ葉が好きでしたけどね。やっぱ四つ葉ですか。そうちょっとちょっとまあそうなんですよ。いやでももちろん本編で私も言ったばっかなんですよ、四つ葉が好き。そうなんです、今もう二人とも四つ葉がいい。すいません。いやなんか男の人はなんかそういうちょっと支えてくれるようなタイプが確かに好きではないか。なんかガツガツくるよりは正直だな。すいません、ちょっとあの確かになんかね。いいんですよ正直で。そう、僕のタイプ的にはというなんかなんか気使ってくれてるなみたいな。男の都合ではね。はい、そう、わがままなんですけどすいません。声の形はどうでしたか。声の形もでもいいですね。やっぱキュンキュンきますね、やっぱその。あの確かにその解明されないんですかね、あれ解明されるんですかね。なんかどういうことですか。あのプレゼントの、あプレゼントは別に、まあ、最後の最後に、うんうん、そのこうやって使うんだよっていう、うん、そうですもんね。だから本当に分かんないってことですね。だから深読みしてもいい、うん、だからまあ好きに取ってくれよってことなんですよね。プレゼントがなんか何に使うものかもう関係ないって、うん、ってことですね、うん、物は何でもいいけど、うん、要はこれが何なのって聞けるようになったっていう、はい、関係性ですね。距離感のちょっと遠い人からもらったプレゼントってちょっと突っ込みにくいですもんね、うん、確かに言いづらいかもしれない。それがちょっと縮まったからっていうことがあるんですよね、うんうん、本当に声の形良かったですね、うん、アニメで見たんですけど、うん、本当に俺はねこのねやった年のアニメで俺一番面白かったな。うん、いや泣けたしやっぱ考えましたしいろいろ、うんうんうん、そうなんですよね、まあ、なんか全然俺らが やってるようなこととはまあ当然違うんだけど、うん、何そのよく見りゃ分かるだろうとか、はい、そのなんかね、うん、その作る人、うん、ゼロイチやる人の発想だなって感じするよね、うん、あのそうですね、ね、うん、ここそれは言葉で説明しちゃえば早いんだけど、うんはい、それ野暮じゃんっていう、ね、そうね。でも確かに編集者の人とかからすればできるだけ分かりやすくした方がいいでしょうっていうのも分かるし、ね、それ分かりやすくしちゃうと面白さ半減しちゃうよって思うんだけど、ね、やっぱりもうど真ん中で分かりやすいやつやれる人が売れていきますよ、うん、ね。そうこれそれ恥ずかしくて俺できないわっていうやつをもうこういうやつが売れる。そうそれをねやれる人が売れるんですけどね。やっぱあのディレクターさんとかに言われるんですか、分かりやすくして。いやそうそう、でやっぱそれを 一本目のやつをやってくれる人はやっぱテレビマン探してたりもするから、それやる人はやっぱ売れていくんですけど、やっぱ傾向的にはそういう一歩目をやってそれを獲得してった人って割と誰も尊敬してないっていうのはストレートすぎて、この人出てるけど誰が好きなのみたいな。でもそれのすごい良さもなんか後々やっぱ芸人やっていくと分かりますね。分かる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 、大事さとかも分かるんだけど、そこはねなんかねすごいわ。いやじゃあそれではここでイカラブの大場花さんにすごいと思う漫画発表してもらいましょう。何ですか。はい、私のすごいと思う漫画こちらです。合コンに行ったら女がいなかった話という漫画なんですけれども、これはとある女の子にこの子実は女の子なんですけど、みんな女の子、はい、この女の子に、はい、あの合コンに来ないって誘われた男子大学生3人組がいて、合コンに楽しみだなって言ったら、こちらのイケメンの男装女子が待っていたっていう。あ、3人とも？あ、そうなんです。3人とも男装女子なんですよ。男装女子なんだ。こちらが男子大学生なんですけれども、この3人が行ったら困ってたのがイケメンだったんです。なるほど。そういうことなの、はい、女がいなかった、どうなるんだこれ。でこの真ん中の子がキラキラ王子様系、うん、でこの子はオラオラ王子、オラオラ系なんですけれども、うんね、でも実際は中身めっちゃ女子。男装してる時はそういうキャラでいる。そうなんですよ、オラオラ系なんですけれども、あの実際はすごい一番女の子で、すごいギャップ萌え。でこっちはすごい姉貴系。なるほどなるほど。でちょっとクールな感じなんですけれども、うん、その男の子たちとの
なんだろう、進展、うん、どんどんなんか恋愛方向に進んでいくのか、でも疎い男の子たちがなかなか気づかない、ちょっともどかしい感じがすごいキュンキュンも来るし、はい、なんだろう、もっとこうすればいいのにみたいな。え、男の子は、うん、その相手のことを女の子だっていうのは分かってる、うん、あ、分かってます、分かってます、分かってるんですけど、なんか男として見ていいのか、うん、女として見ていいのか分かんないみたいな葛藤とかも入ってたりして、どっち あの彼女のことが好きなんだろうって、うんうんうん、なんか女性としての、うん、女性として出てくるシーンとかもあるんですけれども、うん、でもその女の見た目なんだけど、なんか頭の中では男装してる方が浮かんできちゃ うっていうところとかがあったりして、すごい読んでいけば読んでいくほどなんか沼に入っていく感じです。なるほどね。私男装の霊人がめちゃくちゃ好きで、だからもういろんなタイプのこのイケメン女子がいることがもうめちゃくちゃ最高なんですよ。その三次元でもってこと？あ、そうです、そうです。好きなんだ、そういうの。なんかあるじゃん、でもなんか男装カフェみたいなやつ、ね、ありますね。あ、この3人が男装バーで働いてる3人で、あ、そうなんだ、だからそこのバーに行ったらちょっとイケメンなことを一緒にしてくれる、オムライスを一緒にイラスト描いてくれたり、あ、やってくれるんだ、してくれるんですよ。そうか、あ、じゃあその男の子にこうイケメンなことを、うん、このこっち側から仕掛けたりもする、うん、そうなんですよ。本当にめちゃくちゃかっこいい。一回宝塚見に行ったことあるの、はいはいはい、その時にめっちゃかっこいいんだやっぱり。でめちゃくちゃなんかイケメンなんですよ、うん、立ち振る舞いも声から歌だから何から、うんうん、ってなってくると、うん、本当こっちやっぱりメス化してきちゃうの、その本当キャーってなっちゃうの。なんかそかそかそか、うん、実はこれ宝塚の卒業生がドラマ実写化してるんですよ。あ、そうなの、予告見ました、まさに。あ、そうだよね。そうなんです。私宝塚が実写で、俺もなんかすごい好きで、そっからがきっかけでこの漫画も読んでハマりました。あ、そうなんだ。そうなんだ。花澤さんどうですか、男装女子。いいですね。あんまり私も触れてこなかったので、はい、これ読んだらなんかハマりそうな感じ。ハマっちゃいます。なんか分かってるんですよ。うん、喜ぶことを。うんうん、あ、そかそかそか。彼女たちは。だからそこがもう。持ってかれちゃう。ああ、いい、あのなんだっけ、オラオラ系なのに詰められると弱いみたいな。そう、あ、なるほど。ギャップがすごいですよ。めっちゃ燃え袖してるんですよ普段。ああ、かわいい。そうなんだ。まあいいね。いいな。男が、はい、これを目指しても多分たどり着きはしないもんね。できないですね。僕は絶対無理ですね。絶対無理ですよ。こんなのは絶対頑張ってみ、一回頑張ろうかな。一回やってみますか。本気出して。でもなんかこうね、この漫画のね話してる時に。うん、言っていいのか分かんないですけど、うん、そのボーイッシュな、うん、ね、普段ちょっと男勝りな女の子の、うんうん、その夜の本当に女子に切り替わる瞬間、うん、あれすごい、これはねハマんないですね。あとお前その想像が早すぎる。早め前倒しでもう買ってらっしゃる。脳内がすごくすぐ分かる。でもそういう瞬間も出てくるんですよ。出るんだ、出てきます。わー、読まなきゃ。はい、そういうのもいいんでしょ。でもそうなんです、ギャップですね。それはギャップがいっぱい詰まってます、これに。なるほど、いいですね、良さそうですね。え、大場さん自身は男装することはないですか。はい、私イコールラブの楽曲の中で男装する曲をいただいて、で羊の役をやってるんですよ。やってどうですか。はい、やってる時はもうスイッチが入るので、うん、私はイケメンだって完全になりきる。いいですね。でもなんかそれは気持ちよかったりするんですか、やってる。でも女の子たちがもうキャーキャー言ってくれるんですよ。そっか。その楽曲のイントロが流れた瞬間、女の子がもう悲鳴が上がっちゃうんですよ。キャーって、なんか男かなみたいな。やっぱそうなんだね。でもやっぱ羊とかのイメージなんだね、職業で言うと。男装でやるって、やっぱキャーキャー言いたい願望がやっぱある女性多いですからね。
キャーキャーは言いたいですね。キャーキャー本当に言わしてくれる人っていうのを求めてるのかもしれない。普段言えないですもんね、うん、確かに燃えるポイントがなかなかないから、うん、やっぱ漫画とかを読むとそんなことやってくれるのみたいなのが詰まってるので、うん、めちゃくちゃおすすめです。ノンスタの井上さんとかも結局キャーキャー言われてるじゃないですか。言われてる人気すごいんだよね、うんうん、でもなんかキモいとかやっぱ言われてるにもかかわらず、うん、やっぱりこうイケメン的な感じのテイストを出せば、はい、女子はキャーキャー言っていいんだってなるからそれを発散させてあげてるっていうのは確かに何かするんだろうな。そうだね、井上さんとか、うん、加納英孝さんとか、そう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 、それやっぱいいことなのかもしれないね。私、うん、ちょっと違うんですけど、ええ、あの本田圭佑さんの YouTube 見てます。なんでそれ、どういうこと、どういうこと、何と一緒だと思ってる。何今の技、ちょっとちょっとオラオラみたいな、オラオラっぽく見えるっていう、こんなにオラついてくれる人いないじゃないですか、あんまり周りに。だからなんかすごいオラオラ喋ってくれるから、またまた中身がわかる気がする。そういう言い方もあるか。どぎつい M なんですよ。やばいんですよ、なんかそうなんだ、罵声を浴びせると喜ぶんですよ。そういう紹介しないでください。街中で言われるよ、その。やばいやばい、腹だってそれを求めてないんですか。ないのね、はい、はい、ということでですね、あ、ここでまた改めて おさらい、お願い、はい、お願いだ、お願い、うん、させてください。現在バラバラ大選挙が開催中です、うん、これはテレビ朝日で深夜に放送中の枠バラバラ大作戦で放送中の番組から人気1位の番組を決める選挙です、うん、はい、はい、岩井花澤が普段 MC を務める漫画道はかなりのね古参ということで、うん、今回は絶対1位を取りたいです、はい、右上の QR コードから投票できますので、はい、すさっき投票しなかった方、うん、ぜひ今投票してください。投票してくれましたよね、うん、ありがとうございます。怖い怖い怖い、してませんよね。怖いわ、ね、両方に話しかけて、今やらなかったらもうやらないですから、ね、やりましょう。ちょっとまあ後でやろうかなみたいに思ってる方、うんうんうん、今やった方がいいですよ。やらないんだ。やらなきゃ。お願いしますよ。漫画好きの人って結構後回しにする人多いから、だから今やりましょう。今やりましょう、うん、はい、それではですね、最後の VTR 参りましょう、はい、どうぞどうぞ。続いてすごいと思う漫画を紹介してくれるのは、アタリロ、ホンデ埼玉の作者、少女漫画界のレジェンド、マヤミネオ先生。マヤ先生かっこよかったですね、うん、マヤ先生が地上波で紹介してくれたのは、おしゃれな絵に魅了され模写を繰り返したという怪盗コウモリ男爵とマリー・ルー、うん、そしてゴルゴ13でおなじみの斉藤隆夫先生の傑作時代劇2作。そしてもう一つ紹介してくれる漫画が、マヤ先生の漫画家デビュー後、ミステリーなどのシリアス路線から現在のギャグ路線へと方向転換のきっかけとなった伝説のギャグ漫画。ギャグ漫画か、死刑。1974年、週刊少年チャンピオン連載、山上達彦先生、ガキデカ。あ、日本初の少年警官、小回りくんが意味不明なギャグと変態行為を武器に暴れまくる伝説のギャグ漫画。これでパタリロが生まれたんだ。この漫画のすごいポイントはもちろん、すごい、これはあのね、破壊力がすごいんです。ギャグの破壊力で言うと、うん、パタリロの5倍なんです、あのギャグのね、基本完璧押さえて教科書みたいなもんです、ちょっとね、テンポが早い、うん、あのパタリロが6コマ使うところね、3コマぐらいで、半分で全部で26コマと27コマ出てるんですけど、ギャグだけでそれだけをしたってものすごいんですよ、その量をこなしたっていう、これだけの作品書いたらもう燃え尽きてると思う、ギャグの作品。まあそうですね、それだけ追い込まなきゃこういう作品書けなかった、まあ、ある局まで行ってるわけですよ。だから今これだけの迫力ある作品書く人いないでしょ、これ先ないんですよ。局まで振り切った過激なギャグは、当時瞬く間に日本中の子供たちを虜に。ガキデカ、死刑。
ケー」をはじめ不謹慎で下品なギャグをこぞって子供たちは真似していたが、その反面読者の親世代から猛烈な抗議を受けていたという。そうでしょ、だから真似しちゃう。私がね、子供の頃漫画は、ね、読んじゃいかんって言われた。小学校の校長先生が全校集会で漫画を読んじゃいけない、だからみんな読んだんです。それだから学校に図書、学校の図書館に漫画あるでしょ、だから読まなくなる。なるほどね、禁止されたら読みたくなる。さらにこのガキデカ、マヤ先生がシリアス漫画からギャグ漫画へと転向するきっかけを作った作品でもあるという。最初にギャグ漫画書き始めたのは、もうある雑誌から40ページから言われたんです、うん、最初はシリアスなスパイものを考えて復習していくって話を考えたんですけど、どう考えても作れないんですよ、ストーリーって来ない、うん、で困って立ち読みした雑誌にシリアスな絵でギャグやってるのがあった。でもガキデカまで立ち読みしたんですよ。一本読んだ時に、で、あ、これならいけるかなと思って書いたのが私のギャグ漫画の最初のラシャーヌという作品。で、後になってちゃんと読むようになって、あ、ガキデカってすげえなという。その後に生まれたのが大ヒット作パタリロ。美麗な作品世界の裏側にはガキデカに通ずる不謹慎で少し下品なギャグが繰り広げられている。パタリロはお風呂に入って香水をつけたガキデカだって言われ方をしてたんです。光栄でしたよ、比べられて。そうか、とにかくすごいと今でも思ってますよね。パタリロを、まあ、読んでいたと分かるんですけど、両方あるんですよ、私の綺麗なものと汚いもの。もともとあったものがガキデカで具現化したっていうんですか、目に見える形で出てきたっていうことだと思いますよ。ということで、以上マヤミレオ先生の選ぶすごい漫画でした。人気漫画家が選ぶ本当にすごい漫画はこれだ。最後に一押し漫画を教えてくれるのは、シリーズ累計発行部数300万部を突破し、今年アニメ第2期も放送された人気漫画メイドインアビスの筑紫明人先生。メイドインアビスは巨大な縦穴の底を目指し命がけの冒険に挑む子供たちのストーリー。可愛い絵柄からは想像もつかないシリアスな展開が魅力の一つ。そんなメイドインアビスの大ファンという渡辺美穂、実は先生にいろいろ質問していました。なんかどういう日々を送ってたらあんなすごい作品を思いつくんですか。いや、僕も漫画描くって思ってなかったんで、全く、はい、もともとゲーム会社で勤めてたんで、あ、そうなんですね、ゲームが大好きで勤めたのがあって、なんかゲームっぽいやつを描きたいよなって思ったんですけども、なんかあの大体 の, そのゲームっていうのはゲームオーバーがあるじゃないですか、あるんですけども、なんかゲームオーバーしちゃった後の話とかも描きたいよなって思ってですね、だからあのリコちゃんの穴とかのやつは普通だったらそこで終わっちゃうけども、なんかその向こう側描いてみたらどうなるんだろうって。え、正直、一番好きなキャラクターとかってやっぱあるんですか、いっぱい描いてる中で。ああ、やっぱある、ね、愛着あるのはやっぱそのナナチとかミーティーとかあの辺なんですけど、そうですよね、はいはい、ナナチに関してはナナチとミーティーはもうね、なんとかしないと打ち切られるぞって時に、どうなんだ自分で考えたあらゆるものを突っ込んでこう、慣れはってこれでどうだっていう初めてのキャラクターだったんで、本当に愛着があったかもしれないですけども、はい、そうなんですね。地上波では豊田実先生の高校生の恋愛模様を描いたラブコメディ、金剛寺さんは面倒くさいが独特のナレーションが面白いと一押し。さらに原作夢枕バック先生、作画谷口二郎先生によるエベレスト登頂に挑む男たちの物語神々の頂は自身の漫画家人生に大きな影響を与えたと絶賛。そして筑紫先生が3作目に選んだすごい漫画はアニメ化もされた日常コメディ。これはもう皆さんもご存知だと思うんですけども、それでも町山っていう通称それ町、通称それ町が表紙にもちゃんと書いてある。ヤングキングアワーズで連載していた石黒正和先生のそれでも町は回っている。
表紙にずっと出ている、はい、嵐山ほとりさん、はい、ヒロインなんですけども、はい、この子の3年間を描いた、まあ、日常なんですけども、はい、3年間で高校3年間なんですけども、はい、時系列バラバラなんですよ。急になんかその夏の話が始まったり、はい、冬の話が始まったりするんですけども、あ、そうですね、これがですね、最終巻がここにあるんですけども、はい、最終巻の最終話、はい、めちゃめちゃ適当に終わるんですよ。なんか、はい、これで？で、この後エピローグが始まるんですけども、うん、割とピンとこないエピローグがあるんですよ、これって。そうですね。なんかその、なんだ、ここで急に終わるのかって感じなんですけども、時系列順にそのなんかのこれ話を読んでみると、本当のこれの最終回がめちゃめちゃ途中に隠されてるんですよ。その最終回読んだ後にエピローグ読むとめちゃめちゃいいんですよ。このこんなにエモくなるのってあるんですよ。そうなんだ。バラバラに会えて。しかもこれ誰にも気づからずにやってるんで、この人それを。そうですよね、はい、ちなみにこれ1話1話読んでもすごく面白くて、バラエティにも飛んでて、急に SF 始まったりとかするんですよ。なんかすごい未来からこうタイムスリップする人がやってきてって話が始まったりとか、でも基本的にはずっとそのなんかあの雰囲気が守られてて、キャラクターもぶれないし、なんかですね、本当ずっと手のひらの上で遊ばれてる。でも本当、うん、あの油断して読むほど面白いんですよ。こういう漫画読んで実際に影響を受けることとか、あ、影響ですか。参考にしてみようとかってやっぱ。これがですね、私漫画書くって思ってなかったんで、いざ連載が始めますよという時に、ちゃんとした小回りの漫画ってどうするんだと思って、分かんないなって、とりあえずこれ手に取って、それ待ちって基本的に6つに分けられてるんですよ、大体。本当ですね。本当なんだよ、結構この小回りがこの安定してるというか、すごく綺麗になって、はい、そうそうそう、巻かれてるんですよね。こうするのかって思って、これを真似して書きました。続いて、つくし先生が選ぶすごい漫画がこちら。一押しの。お、一押しを。あれ、なんかかっこいいですね。まずカバーがですね、かっこいいんですけども、うん、売る気あるのかって。五大湖フルバーストっていう漫画にして、これまずあらすじがちょっと聞いても、何言ってんだってなると思うんですけども、ですね、アメリカの国技になってるんです、相撲が。お相撲が。はい。で、技の横綱、五大湖というですね、関取はですね、はい、200連勝を連ねて快進撃を続けていると。綺麗なる技で戦ってるんですが、ある日五大湖が休場したんですよ、うん、でそのまま2ヶ月ぐらい落とさたがない、数ヶ月落とさなくなっちゃって、なんだろうと思ったら五大湖は富士の山にかかってしまって、もう痩せを衰えて、もう相撲が取れないと。この人がロボット科学者のドクター・グラバラスって人に魂を売り渡して、あのロボットの体になるんです。メカになるんですよ。でそれで土俵に戻ってきて、土俵の上をジェットで飛び回ってミサイルをバーンって土俵の力士をめちゃくちゃするんですよ。っていう話なんですけど。それがあらすじなんですか。これがあらすじです。あの、何言ってるか分かんないじゃないですか。はい、はい、聞いたことのない言葉がいっぱい繋がってます、ね、なのに、これめちゃくちゃ熱いし、なんだろう、最後ちゃんと相撲やるんですよ、相撲に帰ってくるんです、ちゃんと、はい、これ、ちょっと絵を見てほしいんですけども、はい、まず絵がですね、上手いとか下手じゃないんですよ、あのですね絵がですね、執念で描かれてるんですよ。なんか、想像してたのとまた全然違う、はい、これがですね、あの、全部描いてあるんですよ、なんかその全部線で描いちゃってるんですよ。すごい。トーンとかじゃないの。そんなに描くことあるってぐらい描いてあるんですよ。これも全部描いて、全部描いてあるんですよ。これって大変じゃないですか。大変っていうか死にますよ、こんなことしたら。時間かかって。先生が言って相当ですよ、ね。だって全部いっちゃってるんですよ、これ、この人。いや本当だ。はい、背景とかも全部、はい。こんなわけわかんない話を。そうなんですよ。いやすごい。これがですね。こんなの散々わけわかんないって言い続けたし、でもなんかそのね、こうなって言ったけど、これ一番最初そのなんか伝説の横綱と五代子が戦うってシーンから始まるんですね。すね、はい、でこれがですね、オタクの大好きなあの一番の最初と最後がちゃんと繋がる話なんですよ。ああ、そうですね。伏線が。ちゃんと泣けます、本当に。泣けます。泣けます、結構。あ、そうだ。基本なんですけども、はい、お土産を持ってきたんです。なんで？どうして？これめちゃめちゃ最近ハマっている。ありがとうございます。
かつお節の煙でいぶしただけのピスタチオです。いけます。以上、つくし明人先生がすごいと思う漫画でした。はい、ということで。ちょっとつくし明人先生の暴走がありましたね。絶対ピスタチオあげる、ね、あげる時じゃなかったですよね。あれはちょっと暴走とみなして、うん、ペナルティとさせていただきます、ね。そうですね。注意だね。いやガキデカどうですか。ガキデカか俺読んだことなかったな。読んだことなかったな。当然ね知ってはいたけど、うん、確かにねギャグがなんかいろいろ詰め込まれてるんですね。ね教科書だって言ってたもんね。ともしげさんギャグはギャグはあるんですか。あんまないです。あんまない、うん、ちょっとあるみたいに。ちょっとあるんですか。あるんですか。あんまないんですよね。やばい、悩んじゃって。どうしたんですか。あシャブーこれはどうですか、ね、大人がっていうのがねなんかそれも今のもそうなんですけど、はい、こうやって今あーってやってる動作、うん、これが不倫になってシャンプーじゃないですか、うん、なんかやっぱああいう死刑とかって、うん、全くこの振りがあってオチがないじゃないですか。あれが本当のギャグなんじゃないかと思うんですよ。それ思うよ。その自分がさギャグってどうやって思いつくんだろうと思ってなんか局面で考えなきゃいけない場面ってたまに巡ってくる、ね、でギャグなんか用意しとかなきゃって思って考え出しても、うんうんうんはい、出ないよね。出ないですね。なんかいわゆるなんか振りがあってとかみたいな、うん、だからガチョンとかああドゥーンとか、うん、ああいうのがギャグなの。ギャグ、うん、ゲッツとか、うん、そうそうそういうわけのわからない言葉を、うん、あれあの才能の人ってすごいよね。すごいっすよね。シェーとかそうあれはもうやっぱ絞り出せない、うん、全くなんかロジックがわかんないですね、うん、そうかロジックじゃないんでしょうね。だからそういうのが入ってんのかもしれないですね、うんうん、あれだからやっぱできる人できない人が、うん、そうですねで分かれるんだろうな。そうですね、うんそしてそれでも街は回っている、うんうんうん、原田さん知ってました。それ街多分ね一巻とか読んだことあると思うんですけどね、うん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 、なんか時系列バラバラでっていうのは、はいはい、なんか気づいた時気持ちいいかもしれないです、ね、そうですね、うん、最後のエピローグが、うん、につながるんです ね。どうなってるんだろう、うんうん、そうね。大場さんどうでしたか。私もあの漫画を書くこと初めてだったので、うん、小回りが分かんなかったので、うん、つくし先生も、うん、漫画を、はい、他の漫画を買って参考にしたっていうのを知って、うん、あ同じことされてるなって思って。そうかそうか。親近感が湧きました。4コマでもなんかやり方ってあるの。なんかあ結構ありますね。なんか4コマで結構説明台詞を書かないパターンの方だったりとか、うんめちゃめちゃ書き込むパターンの方とかいろいろいて、で私はどうしようってめちゃめちゃ迷ったんですけど、私は結構説明台詞をバーバーって書き込むスタイルにしたんですけれども、さっきの紹介していた漫画の中でも説明しすぎない方でも良いよっていう話を聞いて、ちょっとそれも取り入れてみようかなって思いました。あーいいね。だからそれだから説明ってあんましないもんね、うん、基本的にはやっぱ生活してて、うん、だからそれを言わせちゃってるっていうこともあるのかもしれないです、ねうん、でもね多少はやらないとわからないし難しいですね取り入れ方が、ね、押し引きが難しいですけど、うん、4コマのなんか俺あれ好きなんだよな、うん、あの3コマで、うんはい、本当は3コマで済むのを俺は4コマにしてるっていうタイプ。これだから具体的に言うと、うん、まずこの話の展開があるじゃないですか、うん、でちょっとボケが2コマ目にあるんですよ、うん、でそれってこうだろでこれ3コマで進みますよ、うん、これを、展開が一番最初あって、うん、ボケがあって、うん、何々って言って、うん、てん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 が入って、うん、いやそれそうじゃないみたいなパターンのやつ。あるで、うん、ありますよ、うん、3コマ目なんかその間があるやつ、はい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 、となんか急に面白くなんだよね。なんかそうですね、急に来るより抜け感って大事ですね。なんかそうね、うん、
なんだろう、あの感じね。コボちゃんとかそんな感じなのか。コボちゃんとかそういう時はそのイメージ。あの4コマの作り方結構好きなんだよね。はぁ、なんか参考にした漫画とかあるんですか？そうですね、あのでも私も読売新聞毎日撮ってるので、コボちゃんはコボちゃんちょっと参考にしてます。あの毎日私も読んで、時事ネタとかが結構多いし、あと3コマ結構同じ絵柄だったりすることとかが多いので、私の描いてる漫画は結構全部違う絵柄にしちゃうことが多いので、ちょっとなんか難しいなって思います。4コマ描くのも。4コマも奥深いんだ。深いな。話したいことがいっぱいありすぎちゃうとごちゃごちゃしちゃうんですよ。確かに収まりきらないで。新聞撮ってんの？撮ってます。すごい。新聞見てる。新聞も見てるし、でも一番コボちゃん見てます。あ、そうなんだ。小さい時からずっと読んでたので。若いのにすごいな。今新聞見てる人もね、若い子いなそうですね。ネットニュースとかでなんかこと足りそうな時代になってきて、ね、すごいな。読んでます。へー、すごいな。あとやっぱり渡辺さんすごいいい子で、さっきのなんかリポーターが、渡辺美穂ちゃんいいですよ ね。そう、なんかいい子だって言わない。先生へのあのね、ピスタチオ受け取る対応も良かったですね。確かに、あんなの別にね、いやーって投げてもおかしくはない。そんな人は見たことないですけど、ないですけど、苦笑いの一つもしちゃいそうなもんだけど、ね、でもなんか純粋に嬉しいっていう感じ、ね。すごい前のめりで話聞かせられる。そうそう、そういう仕方が素敵ですよね。そんなとこになっていいんですか。確かに、ね。はい、ということで延長戦は以上となります、はい、ありがとうございました、うん、皆さんいかがでしたか、うん、いやでもすごい、俺なんてそんなに詳しくもない方だけど漫画、でもやっぱり読んだことあるやつとか知ってるやつが、超ビッグタイトルとか、もう有名なやつをちゃんとこの大人気の今ね、現役バリバリの先生たちが上げてくれると、なんか勝手に嬉しくなるし、知ってるやつをね、いろんな勉強にもなったし、知らないやつももちろんあったし、本当になんか絵柄好き、ストーリー面白いでしか多分読んでないっすよね。そうそう、うん、あとなんかその芸人が好きな芸人って言われるとすごいいいみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、それと同じ、漫画家さんが認める漫画家ってやっぱ、漫画ってやっぱすごいなって思うから、絶対読みたくなりましたね、あのなんか急になんかでも芸人が認める芸人っていうと本当のやつ出さなそうな感じしないですか。面白すぎて本当に脅威となるやつは言わないって。リアルすぎる。なんかないですか、そういうやつ。本当になんか認めらんない、こいつは本当に面白すぎてっていうやつは出さない。ライバル意識どっかで、なんかこいつが売れてきても大丈夫だろうっていうやつを言うとか。なんか芸人がおすすめする芸人って言うとそうなっちゃう。そうなっちゃうそうなんだ。あんまそんなこと思ってない。正直すぎるって。そうなのか。まあ人によるでしょうね。人によりますよね。ともしげさんどうでしたか。はい、やっぱでも読みたく、本当に読みたくなって、その第五代五フルバーストとか最後の、ね、知らなかったから本当に、でも確かに本当知らないですね。本当に知らないやつ。表紙からでは全く予想もつかない。どんな話なんだろう。この表紙はなんか本当売る気ないっすよ。そうなんですよ、ね、確かに、つかみが分からない。表紙買いできないもんね。できない。蓋開けてみたら相撲の話なんですもんね。そうですよ。そんな感じに見えないですもんね。アメリカのいいですね。時代も変わってんな。おばさんどうでしたか。もうここに上がった漫画全部もう今すぐ読み漁りたいと思います、いいだろうね。それによっておばさんの作品がまたちょっと変わってたりする。変わっちゃうかもね。めっちゃ変わると思います。ギャグ漫画になっちゃったりするかもしれないし。でもギャグの要素入れたいんですよ。入れたい。4コマの中に。だからちょっとガキデカ読んでギャグの勉強したいと思います。ガキデカ読んで、ね、あと線をふにゃふにゃにして。あとツッコミも入れすぎない。ツッコミも入れすぎない。めっちゃ入れてました私。ツッコミを入れすぎない誰も言ってなかった。俺が
四コマただ見つめるだけの。逆境ないね。そういう回もあってもいいかもしれない。書きたいと思います。いや楽しみです。花澤さんどうすか。いや私あの断層の漫画、はい、読みたくなりました。あれ面白そうだった。面白そう。タイトル何でしたっけ。合コンに行ったら女がいなかった話。そう合コンに行ったら女がいなかった話読もうと思いました。皆さんがおすすめしてくれたもんね。シングルイモも面白そう、ね、そうそう、あとテンモ、テンモもいいですしね。いい仕事ですね。やっぱりでも、うん、俺やっぱガキデカを読んで、はい、ギャグは何たるかちょっと一回、うんうん、確かに、うん、確かめてみようかなと思いますけど、ね、勉強しなきゃ、ね、確かにね、うん、岩井さんのギャグも見てみたいな。見たい。あどうなんだやっぱ芸風変わるかもな。芸風変わったら面白いよ、うん、めっちゃなんかやっぱロジカルにやってると思ってるもん俺の中では。そうでしょうねきっと作る時にそうなりますもんね絶対ね、はい、うん、あとはやっぱりあれかなあのなんだっけ、はい、なんて書いたんだっけあの、カール・ビンソン。あ、カール・ビンソン。カール・ビンソンもちょっと一回読んでみたいね。確かにこれ気になったな。誰も言ってんの聞いたことなかった。そうですね、確かにあれの家族カール・ビンソン、うん、ブラックコメディ的なやつもちょっと気になってます、うん、はい、ですね、あの時代からあったものだ、ね、そうですね、はい、読みたくなる、はい、ということでここでお知らせです。漫画道は1月14日土曜日に初のリアルイベント、はい、漫画道ライブ2023を開催します。そう場所は代々木の山のホール、うん、昼3時と夜7時の2ステージです、はい、サブタイトルは昼公演祝いの青春カーに花沢赤面の巻、うん、はい、そして夜公演が花沢の大人カーに祝い興奮の巻、うん、はい、ぜひ忙しい方はね配信チケットもありますので、はい、来てもらっても全然いいですし、うん、そうですね、はい、楽しんでみてもらっても、うん、そしてもう一つお知らせがあります、うん、番組から生まれたコロコロ漫画、はい、うん、マンホール戦記葵の単行本1巻が現在発売されております。すごい番組でこの連載して単行本にまでなってる。すげえ。すごい。そうなんです。しかもこの人を書いてる。そうなんです。意味わかんないです。え？すごい。北島ディレクターって言うんですけど、この人がこのディレクターやりながら漫画描いて、漫画こんなの描ける。めちゃめちゃ意外。すげえ。ね、もともとジャンプでね連載されてる。すごい。すごい。そうなんですけど、クタクタディレクターです、マジで。寝る時間ないじゃないですか。寝る時間ない。そのね、マンホール席葵の単行本一回よろしくお願いします、うん、あのこれの続きも現在無料漫画サイト週刊コロコロコミックで配信されていますのでぜひ皆さん年末年始にチェックしてみてください、はい、うん、お年玉使ってみてください。お願いします。ぜひぜひ。そしてこの動画にもチャンネル登録お願いいたします、はい、漫画道 YouTube も、たくさん投稿していきますので、うん、前回前々回のね特番の動画もまだ見られますのでよろしくお願いします、うん、はい、さあということで、まあね地上波の本編から、はい、でこっちに移行してきてくれた方これから見た方でもいいですし、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということでゲストの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。ということで漫画道も来年も頑張っていきますのでよろしくお願いいたします、うん、さあということで皆さん良いお年を。良いお年を。